トミー・フラナガンことトマス・リー・フラナガンはアメリカ合衆国のジャズピアニスト。モダンジャズジャイアントたちの名盤とされる録音にその名を見ることができる。グラミー賞には4度ノミネートされた。デトロイトに生まれる。父はギタリスト、母はピアニストという音楽家一家だった。5歳でクラリネット、11歳でピアノを始め、1945年に15歳でプロデビューを果たす。 あとに、レクスター・ゴードンやミルト・ジャクソンのグループに参加した。1956年、ソニー・ロリンズのアルバム、サキソフォン・コロッサスに参加。翌年、ベース奏者のウィルバー・リトルやドラマーのエルビン・ジョーンズと、共に、事故のトリオを結成し、リーダーアルバム、オーバーシーズを発表。同時期には、マイルス・デイビスのグループでも短期間活動する。1959年、 ジョンコルトレーンのアルバムジャイアントステップスに参加。1960年代初頭はコールマン・ホーキンスのカルテットで活動した。1963年から1965年までと1968年から1978年にかけてはエラ・フィッツ・ジェラルドの伴奏者を務めた。1975年の初め、再びバンドリーダーとして演奏や録音に取り組むようになる。 他の演奏家とも活動を続けたが、レコード会社の企画でタル・ファーローやレッド・ミッチェルとレギュラートリオを組んでもいる。1978年にはレジー・ワークマン、ジョー・チェンバースとスーパージャズ・トリオを結成した。1998年以降は体調を崩し、2001年11月16日、マンハッタン区のマウント災害病院において、 動脈瘤による合併症のため延眠した。71歳であった。フラナガンのジャズ表現様式は中央を得たものだった。50年代から60年代ジャズの特徴を具現化していた。Abeat me, フラナガンエレガントジャズピアニスト isdeadat71nytimes.com, バイベンダトリフ・ハット・ドビンズ、ビル・カーンフェルド、バリー、フラナガン。 トミー、インザニューグローブディクショナリーオブジャズ、グローブミュージックオンライン、オックスフォードミュージックオンライン、オックスフォードユニバーシティプレス、リトリーブドジャニュアリー7、2020。ありがとうございます。